ポポンポーンプグニャン。まあそれにしてもね、柳瀬さんが加計学園との面会は認めるっていうね、まあ昨日大きなニュースがあって、まあ国会が、まあ来週にでも正常化するのかなと、柳瀬さんを参考人招致かね、証人喚問かどっちかわかりませんけども。まあまあ、でもそれでね、なんて言うんでしょうか、昨日三宅由紀子さんとのコラボでも、ちらっと三宅さんが言ってはったのがですね、6月解散説が、なんか強まってきてるみたいなね、6月に解散があるんじゃないかという話が割と盛り上がってきてるみたいだということをね、まあ言ってはってですね、って思いましたね。いや、僕は解散ないんじゃないのかなと、思うんですけども、まあ、三浦博さんね、選挙プランナーの三浦博さんも、まあ一応サンデー毎日でですね、もし今解散が行われたらっていう、まあ前提でシミュレーションをやってはると。これサンデー毎日載せてるんですけども、まあネットの方にも、三浦さんのサイトの方にも書いててですね、まあその場合、去年はね、自民党が、なんやかんやで圧勝したというか、ほとんど議席を、減らさなかったわけなんですけども、まあ、今回はどうかというと、まあ、三浦さんでもですね、三浦さんのシミュレーションでも、野党が一本化すると、自民党はですね、マイナス43議席の241と予測しましたと。三浦博さんですらですね、マイナス43議席と。これ野党が一本化した場合っていうことなんですけども、三浦さんでもっていうね、わかったよね。いや、そういうことですから、まあやっぱ三浦さんですらですね、個人的に 99% はないと。少なくとも数議席減では済まないということでね。やっぱまあこれ、6月解散説、これ安倍さんがね、一回、安倍さん側がね、流したんじゃないかと、官邸に鈴木宗男さん読んだりね、で、国会が空転するから、森山国対委員長にですね、解散も、あるかもよ、みたいなことを、まあ言わせたと。まあ国対レベルの、国対委員長がそういうことを言うっていう、解散について言うっていうことは、まあないということが言われてたんで、まあこれは安倍さん側が言わしてんのだろうなと推測はできるんですけども、まあそれも、まあ二階幹事長がですね、幹事長の、知らない解散なんかあるわけないと。一周したんですよね。まあ、公明党も不快感を示してたような気するんですけども、まあ、どうかと。わかりませんけどね。まあ、二階さんが、解散すると分かればですね、それは解散する可能性だってあるだろうと。だから野党としては、その 99% ないとかじゃなくて、やっぱりその一本化を進めていくと。水面下でね。っていうことも僕は必要だと思うんですよね。まあ、去年もなんとかね、野党共闘で頑張ろうということになったんですけども、まあ、結果的に自民党がほとんど、減らすことなかったと。逆に公明党が6議席減らしたっていうね。いう、もありますからね。だから、ま、野党は野党でちゃんと、準備をしていかないと思うんですけども、まあまあね。本当に、まあ僕もないと思いますね。やっぱその安倍さん以外の派閥がですね、今解散して安倍さんが求心力を高めようとする動きに対してですね、やっぱ反発するんじゃないのかなと。今こそ、石破さんだったりね、岸田さんだったりが、こう、自民党総裁選で、勝てるっていうかね、安倍さんに勝てる状況っていうのができつつあるわけですからね。まあさあわかりませんけどね。三浦さんでも、自民党はですね、43議席減らすということを、書いてはったっていうのは興味深いなと思いましたね。チャンネル登録よろしくね。